推し、愛が炸裂。空港で繰り広げられる飛べファンの過激な行動とは飛べの夏休み、ファン愛の裏に隠された真相心理とは飛べの人気メンバーたちがハワイで繰り広げた冒険の一幕が、ファンとの交流において予測不能な展開を見せました。一部のファンが立ち入り禁止を無視してしまい、羽田空港で騒動を巻き起こした出来事について、私たちは深く掘り下げて考察してみたいと思います。 推しのためにできることは尽くす。それがファンの一般的な信念でしょう。しかし、この事件を受けて、推し、かつの範疇でどこまでが許容され、どこからが問題行動なのか、改めて考えさせられます。ファン同士でのコミュニケーションや愛情表現は多岐にわたり、その多様性こそがファンコミュニティの特徴の一つです。しかし、一方で推しに対する愛情が相手のプライバシーを侵害してしまう行為は、考え直すべきでしょう。 ファンサービスがアイドルとファンの絆を深める大切な要素であることは理解されています。ただし、アイドル事務所とファンの協力により、イベントや公共の場での安全性を確保することが求められます。ファンとしての楽しみや感動を大切にする一方で、アイドルが事故や危険にさらされないよう、ファン活動においてはルールとモラルの尊重が求められます。イベントやライブなどでファン同士が交流することは、 共通の趣味や愛情を共有する素晴らしい機会です。しかし、そのコミュニケーションの中でルールを守ることが重要です。星と同じ空気を共有するファン同士が協力し、会えば、より良いエンターテインメント体験が生まれることでしょう。ファン同士の協力と理解が、コミュニティ全体の健全な発展につながります。事件の背景には、アーティストの動向が簡単に把握される現代の情報社会が影響しているかもしれません。 技術の進化を活かし、セキュリティを向上させることで、アーティストや関係者の安全を確保できる可能性があります。顔認証やセキュリティゲートの導入など、新たなアプローチが求められています。ファンコミュニティが成熟し、自らの行動批判を見つめ直すことが重要です。推しを応援することの喜びを共有しつつ、不適切な行動やルール違反には厳しく対処し、健全なコミュニティを築くために努力することが求められます。 一部のファンの行動が全体に影響を与えることは避けたいところです。飛べの夏休みが提供したエンターテインメントは、ファンにとって特別な瞬間となりました。しかし、その裏に潜む問題行動が、ファン同士やアイドルとの関係性に影を落としています。ファンコミュニティ全体がより成熟した形で、健全かつ楽しいファン活動を継続していくことが重要です。